唐津市で唯一のボーリング場がおととい52年にわたる営業を終えました。ボーリングブームの最盛期には8時間待ちの客も。多くの人に惜しまれながら長い歴史に幕を閉じました。電気の入ったピンとそれを回収する機械、この日で長い役目を終えました。本当に残念ではありますけれども、令和6年3月31日をもちまして、まずボーリングセンターの営業を終了させていただくことになりました。唐津市で唯一のボーリング場、ファズボーリングセンター。1971年にオープンし、愛されること52年。場内には28レーンを備え、レジャーの場としてはもちろん、多くの大会も開かれてきました。しかし、施設の老朽化を受け、閉店が決まりました。毎年のように雨漏りがしますし、また機械というのも非常に古くなっておりますのでですね、ボーリングの機械も大変トラブルが多くなっておりました。お客様は安全に場内にご案内できるというのも、なかなか難しくなってきたと。営業最終日、多くのボーリングファンが最後の投球をしようと集まりました。寂しい。誰かどっか、まあ、ボーリング場を作ってくれたらね、いいんだけど。クラウドファンドでもボーリング場もう一回作ってほしいです。ここから5分、10分ぐらいのところに住んでて、すぐ来てですね、ボーリングで来てたんですけど、これからはちょっとまたよその市町村行って投げないといけないんで、ちょっと寂しくなりますね。店を支えてきた従業員もどこか寂しそうに見えます。立ち上げから一緒に先代の社長とかですね、一緒にやったんですけど、やっぱり業界の浮き沈みとかいろんな経験をしてからですね、頑張りました。もう皆さんのご支援でもう今まで営業できたことを非常に感謝しております。1970年代のボーリングブームの時には8時間待ちになったことも。以前と比べると客は減りましたが、現在も年間5万人ほどが訪れていました。小さい子供の頃から使わせていただいて、ボーリングもなんですけど、ゲームセンターもあったりしたんで、そこら辺で使っていて、もう楽しむ場がなくなってしまうってことがちょっと悲しいですね。卓球台やビリヤードも備え、数少ない娯楽施設としても人気の高い場所でした。この日はボーリングのピンを持って帰る客も。めっちゃ嬉しい。どうですか、やっぱ今日最後ということで。最後めっちゃ悲しいです。もう本当最悪です。もう1時間かけてここまで通ってたのに。ボーリングファンにも地域の住民にも惜しまれながら、52年の歴史に幕を閉じました。本日をもちまして閉会いたしますけれども、皆様がこれからも笑顔で健康的な毎日を過ごしていかれますよう、心からお祈り申し上げます。50年間という本当に長い間、今までお支えいただきまして、本当にありがとうございました。